どうもショピです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、ということで今日もやっていくんですけども、それではまずは那須の方に行きますので、新幹線乗ります。那須塩原に来ました、はい。まあ、まだ予定は決まってないんですけども、とりあえずレンタカーを借りながらスッキリ空間の方に行って、その絵を皆さんにお届けできたらいいななんていうふうに思ってます。まあのんびり今日は過ごしたいと思います。はい、ということでまずはレンタカー借りに行きましょう。あ、めっちゃワクワクするわ。はい、ということでレンタカーを借りましたので、今からドライブしてスッキリ空間の方に行きたいと思います。はい、着きました。展望台ですね。うおー、すごい。こんな感じ。うわー、曇っててもったいないです。肉眼だとすごいなんか開放的なんですよ。こうカメラでお伝えしきれないのがやっぱ残念ですけども、すごい気持ちいいですよ。てかめっちゃ寒いですよ。かわいい。喜んでますね。涼しいですね。余計な BGM はいらない。もう自然音だけで十分って感じですね。はい、めちゃくちゃいいですね。気持ちがいいです。はい、じゃあちょっといい絵を撮れたので、じゃあちょっと小腹が空いてきましたので、次の場所に移動したいと思います。よっくらショット。はい、じゃあランチにしましょう。なんか雨が降ってますけども、まあなんかこれもまたいいですね。うん、はい、ご飯屋バクさんというところです。入ってみましょう。おしゃれですね。ああ、メニューいいですね。ありがとうございます。あ、ドライカレー1050円です。はい、美味しかったです。ちょっとご飯食べてる時の感想なんかもお伝えしたかったんですけども、ちょっと僕一人で周り他団体がいてちょっと恥ずかしくて撮れなかったです。よいしょ、はい、着きました。もうなんかだいぶ奥に入ってきたというか孤立したところなので、めちゃくちゃ静かです。あ、牛さん、おー、牛さん、おこんにちは。すごい見てきてますね。なんかじーっと見つめ合ってますよ。そう、でも本当思った以上にでかいです。はい、フロラシオン那須というところに来ました。まずこちらにでっかい暖炉があります。すごい。そう、火はついてないですけど、そんなん関係なくおしゃれで落ち着きますね。いいですね。でフロント部分にでっかいこうシャンデリアがあって、あ、
ここら辺はこうウェディング的なところですね。あ、ウェディングもやってるんですね。なるほど、だからこんなにおしゃれなんですね。あー、でこちらに先ほどの暖炉があります。おしゃれ。はい、なのでじゃあ次は早速お部屋行きましょう。よいしょ。おー、あら素敵、おしゃれですね。ではルームツアー行きたいと思います。まず右手ですね、こうなっております。これなんでしょう。あ、クローゼットスペースですね。あ、こんな感じでハッピーって言うんですか、なんか入ってます。はい、そしてこちらがグラス、食器とかお湯とかあります。で下に冷蔵庫があります。で左手に行くと多分こちらはお手洗いかなと。おー、なるほど、結構綺麗かなと思います。こちらが多分シャワールームというか洗面台かなと。あー、いいですね、こんな感じです。おー、でこれが終わるとこの部屋になるんですけども、今回もちゃんと相棒持ってきました。近場に泊まるにもこの相棒は必ず持っていきます。はい、僕のお気に入りですね。はい、でここが机スペースです。広くてスッキリします。で横にテレビがあります。でそこにソファーがあって、ソファーの上にはこれはですね、あれじゃないですか、三つおさんじゃないですか、巡り合い、あなたに巡り、うんちゃらかんちゃら三つおと。いいですね、三つおさん響きます。でここにこう机がありまして、でこのカーテンの向こう側は、まあ、眺めこそあんまないって感じですけども、よく言えば木々に囲まれてすごい落ち着きます。でここがすごい無駄に広いスペースがなぜかありますけども、はい、いいですね、こういうので。ベッドが今回2つついております。で多分僕はこっちにしか寝ないと思うんですけども、あれ、あ、こちらにもありました、三尾さんです。巡り合い、なんちゃらか、ああ、同じ三尾さんですね、これは。同じ言葉です。はい。で、こっちがベッドなんですけども、あ、あれ？あれ？ここにも三尾さんがいますね。雨の日には雨の中を、風の日には風の中を、三尾ということで。あ、なんか三尾さん好きなんですね、このお部屋は。はい、いいですね。今回はちょっと一人で羽伸ばしにゆっくり来たので、もうそれこそ3時間4時間ぐらいずっとお風呂入っちゃおうかなっていう勢いなんですけども、そう、でもいいですね、こういうゆっくりしてる静かなところでゆっくりするっていうのは、いろんなアイデアが浮かびそうです。おー、おはようございます。めちゃくちゃいい天気ですね。うおー、めっちゃ晴れました。うわー、なんか昨日の曇り雨が嘘のようです。じゃあ今朝の7時15分なので朝食に行きましょう。めっちゃ眠いっす。はい、ちょっと適当に撮りましたけども、いただきます。最高に美味しかったです。その後のコメントが出てこないっていうねはい、ということで食べてきて、そのままちょっとゆっくりしてきました。でチェックアウトが11時なので、それまでちょっと仕事していきたいと思います。今9時42分ですね。あと1時間ぐらい、30分ぐらいですね。じゃあ仕事していきたいと思います。なんか1泊2日じゃなくてもっといたいなっていう感じがしますけども、はい、時間になりましたのでもうチェックアウトしたいと思います。よいしょ、ちょっと続きやっていきます。よし、終わりましたと。はい、じゃあ今がいい天気なんで外行きましょう。あー、今日は晴れましたね。そして気温も昨日よりかは高いようなので、めちゃくちゃ気持ちがいいです。あ、いたいた、昨日の牛さんです。おはようございます。あ、めっちゃ見てる
今日もめっちゃ見てる。おはようございます、おっさん。気持ちがいいですね。めっちゃ気持ちいい。なんかもうここ住みたいっていう感じなんですけども、はい、という感じでこの動画なんか全然まとまりがないですね。いいですね、でも綺麗ですね。まあ綺麗な絵をお届けできたのはいいんですけども、ただなんかもうちょっとまとめを作っていきたいなというふうに思います。で、最初から僕がこういう感じのライフスタイルを送れたかって言われたら、もう全然そんなことはなくてですね、もう最初は起業した当初っていうのは納豆1パックで、本当にもう節約節約ってことをやっていました。まさかこうやって皆さんに見てもらいながら楽しく旅行ができるなんて思ってもいなかったです。なので、本当にこうやって皆さんに見てもらえてるってことは、ありがたいなっていうふうに思ってます。海外でオフ会をしたいっていうことをずっと言ってたらですね、そう、来年の3月終わりから4月のちょっと暖かくなり始める期間にかけて初めての海外でのオフ会をすることになりました。はい、なので本当にこうミニマリズム、無駄を省いてそのやりたいことにフォーカスをしていくと、ちょっとずつ願いとかやりたいことって叶っていくのかなっていうふうに思いました。今回は那須高原でのんびりしてきましたっていうお話と、その皆さんもこう無駄を徹底的に省いた後はやっぱ好きなことだったりやりたいことは何かっていうのをやっぱ考えてほしいなっていうふうに思います。今回も少しでもこういい絵を見れましたと、すっきりしましたと、心が癒されましたと思っていただけたら嬉しいです。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。